ちは。よいしょ。ありがとう。すいません、辛くて。ダメだ、力不足だ。お前だけの勝ちだよ。いやなんでしょう。まあちょっと、また外れかもしれないですけど、やっぱり、偉大な先輩だなと。やっぱキャリアっていうのは嘘つかないっていうのを肌で体感しました、まあ、ちょっとやっぱリミットブレイクがすごい、なんだろう、年齢層高い大会だと思います、やっぱり負けれない位置とかそういうのもありますけど、何よりなんだろう、まあ、どの業界もどの団体もどん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 新しい風が吹いて、上下関係がどんどん変わっていく中で、やっぱり大事なのはそれでもリングに立ち続ける覚悟なんじゃないかなってなんか思いました、まあ、自分らにその気がある限りはリングに立ち続けて、レストランの立ち振る舞いとかまだまだ勉強させてもらいたいと思います。ありがとうございました。久しぶりに組んだのにダメじゃない、ちょっともうちょっと時間足りなかった。いやもう熱くなって向こうね、あの若いの捕まえて場外で熱くなってきたら本当はね入ってなきゃいけないんだろうけど、楽しくて見入っちゃいました。おかげでこういう言い方したら申し訳ないけど楽させてもらっちゃいました。やっぱり緊張したのかもしれないですね、小峠君は。本来なら彼が一番若いんで、バンバン動いて、弾けて、ね、まあ気持ちだけはね、伝わってますしたけどね、もっと彼ならできるはずだなと、そういうのが感想だったんですかね。まあ、大体このリミットブレイク、ノアで、あぶれたやつらだよ。ここで、バッといって、ノアの本体を脅かすぐらいしろ。まあ、5はいいや。小峠、お前だよ。ああ今日は良かったよ。今日は良かった。それをずーっと良くしないといけない。ずーっと良くして、みんな本体を認めてもらえるんだよ。俺今、DDT でデッドアライブって、俺も生と死、ギリギリのとこにいるけど、あいつらもリミットブレイクだから、もうお前らもギリギリのとこにいるんだから、お互いここで、真剣になってやろうぜ。特に小峠だ。いいですか。まあ、ノアというのがテーマとなった大会なんですけど。何ですか。ノアというものがテーマ、まあ、翔太選手。はい、それは彼らがやることですね。はい、僕は DDT ですから。小峠選手は。小峠選手の。今日はファンのお客さんの声援も小峠あれでよかったんじゃないですか。最初は。小峠どうしたどうのこうのって言ってどうなることを思ったけど、まあ良かったんですが最後は、はい、それを俺らこのチームじゃなくてもずっとやらないといけない。それが難しい。だってこちも上手い人がいて、俺はちょっと上手い人がいてでそれでやるんだからそれは良くなるよ。そうじゃなくていつも今のくらいにやらないとダメですよということです。もっと聞いたかった久しぶりに聞きましたね。まあ、髪があったからは切れてないけど、まあ、俺にやってたら殺せるぞ。いいっすか。この大会の次は秋山選手と永田選手で次はありますか。いや、それは脳に聞いてもらわないとわからないです。もう横に長選手がいると俺もっと頑張っていかないとって思うし、長選手はどうかわかんないけど俺はやっぱり負けてらんないっていうのがやっぱ出てくるから、この年になってもね、若い時もそうだったし、この年になってもやっぱり彼が横にいると俺もまだ出てやんない、出てやろうリングの中にね思うし。いやそれ言うとさ、やっぱりずっと一人で戦って相手の上位叩きのめして俺ずっと見物したんで、今になってみるとそれが
若干なんか嫉妬というかね、もっと俺も暴れたかったなと、さっき楽させてもらったと言いましたけど、うん、もっと暴れなきゃいけないなってのを思い知った限りで、まあ、そういう気持ちがあるうちはまあ大丈夫かなと、今日は楽だった、ラッキーなんて思ってるじゃダメだなと、そういう今しの気持ちが今俺の中で若干ありますんでね、そういうこと。俺は今日ね、永田裕二でエゴサーチしたんだよ。そしたら風邪ひいてしんどいって俺だろうって思ったからこれもチームのパワーですよ。いいっすか、いいっすか。はい、ありがとうございました。どうも、お願いします。おい、今日の戦いはよ、マーカベと藤田だけのものじゃねえんだよ。俺だってよ、藤田監督やろ、すっげえ楽しみにしたんだよ。おい、俺はこの一回で終わらせねえ。次や次、まだやるよ。なんだと、試合中ちゃんと言ってこいよと。おお、やってやるよ。おお、今日はよ、ちょっと分かんなかったから逃げなかったもんね。次行ってやるよ、次で。ああ、今言った通り、おい、藤田がすげえモテモテじゃねえかよ。ああ、ありとあらゆる方面から対戦を願う。それは頼んだよ、学んであろうと。こいつムカつくなと思ったやつ徹底徹底的にやるのは俺たちだろ、道理だからよ。ああ、一番最初に反応したらこけしちゃってるから効率やな。ああ、ただ、なんだろうな、やっぱ藤田海関野獣だね。野獣だね。ああ、俺たちはもう最高の敵で、最高の同期で、だからそ燃えてくるでしょ、ふざけんじゃねえって思ったよね。ああ、試合中何回飛んだか分かるで、それでだよ。ああ、まあでも見ての通り、何年、25年、7年、27年ぶり、おい、再会したろ。おい、地球ってのはよ、お前ら多分分からないと思うけど、丸いんだよね。だから逆方向行ってたって、片方のどっか行ってたって、必ず交わるようになってて、それが今回のこのノア大会だろ。あ、今日の客見たろ、興奮したろ、真壁陶器と藤田和之。そして斎藤明俊と本間座こけし、これ以上のタッグチームあるかって、これ以上のカードはねえよな、他団体の選手なんだよ。それは俺も自負してる、やつも自負してる、そして藤田和之も自負してる。いいんじゃねえの。あと何か質問ある？質問ねえのかよ。そういうとこだよマジで。もうあと説教するからね、マジで呼び出して。マジだよ、1時間でもすまねえからね。俺の説教長くて、もう後輩たち切られてんだから。分かった、そういうとこだよ。まあでもよ、俺としてはいろんな茨の道歩いてきたやろ。俺もそう、藤田和之もそう、本間もそう、そして斎藤明俊もそう。だからこのリングで、てめえらの生き様を刻む最高じゃねえよ、プロレスリングってよ。これが新日本だったらよ、言うことねえよ。ただこれは畳んだよ、リングでなあ。だからこそ俺が自由に動けるってのもあるけどよ。だってあれだろ、俺お前社長の言うことで一切聞かねえからな、分かってんだろ。それがお前年俸下げられてんだろ、たまんねえよな、バカやろな。だから俺後輩にそれちゃんに言いても、誰のおかげでお前そんな自由なパフォーマンスできてると思ってんだよ。みんな俺様真壁陶器のおかげだぞって、棚橋を含めなあ、今のあの菅林もそうだよな、あいつらに俺は訴えたいよ。そしてマスコミを利用するって、この俺の腕もすげえだろ、そういうことなんだ。まあでも何だろうな、こんだけ饒舌になるってことはよ、試合中飛んだろうが何だろうが関係ねえんだよ。俺のハートが動いたってことだよ。同期だぜ、27年ぶりだぜ。おい、他の道へ進んでなあ、飯食ってる人間だよ。それが新日本は今の日本のプロレス界に戻ってきて、インパクト十分だろ。だからこそ俺は名乗りに手を挙げたんだよな。当たり前だろ、その辺のよ、意味も分かんねえ小僧に手を挙げたらしょうがないだろ。あんだけの実績となあ、経歴がある、だからこそ同期面白い、もうそれだけで、ね、答え簡単だよ。どう思うお前なあ、姉ちゃんどう思う、俺かっこいいと思うだろ、どんくらい思う？いっぱい、そうだね、ごめんね、なんか唐突すぎたね、ごめんね。そんな感じよ。
姉さんが言ったみたいにいっぱいかっこいいってよ。ああそりゃそうだよな、俺たちかっこつけてプロレスやってんだよ。ああだから新日本プロレス、そして今回のノア最高じゃん。最高だろ。ああだから俺一つ言いてんのよ、新日本だからノアだからゼロワンだから多団体だからそんなことどうでもいいんだよ。心震えるやついっぱいいるからよ、そいつらを名指ししたっていいよな。あリングでやればいいじゃないか。そんだけそうすれば観客の動員だってまあまあまあ埋まるだろう。ああ俺の宣伝力はちょっと足りなかったかもしれないけどな。バカ野郎、俺以上の低いよ。誰がいるんだよ、いっぱいいるだろ。みんな他の水もっと引くよ。バカ野郎、そういうことじゃねえんだよ。まあとりあえずよ、今日の試合、まあいろんなことあったよ。うん。やっぱさすがだね。さすがの藤田和之。一発で俺クラッと飛んだからな。うん、いいじゃない。だからこそ、同期の強敵。うん。いいんじゃない？どっちが消えるかって？消えねえよ、バカ野郎。今日の試合見たろ。その辺のリングと全然違う。新日本プロレスのリングだって。価値ある試合だよ今日は。わかるだろ、それだけなんだ俺が言いたいことは。言いたいことはそれだけなんだよ。あ、それだけって長いだろ。俺のお前ワンマンショーここから長いんだよ。あと5分ぐらいかかるから、そうするとだんだんマスコミみんないなくなるからな。でお前は残っとるよ、わかったか。なんだお前その躊躇した返事はやるそういうところで。まあなんかあれないよね、もうね、ないよね。次につながります、うん、そうだね、次につながるね、うん、なんだろうね、新日本プロレスを見てて俺第一歩下がって見てんだよね今。この試合は最高の試合なのか、そうなのか、そうでねえのか、いろいろ見てんだけどさ、波があるな。最高潮に面白い新日本プロレス、さすがだなと思う時もいっぱいある。ところが、うん、ちょっとなんだろうな、足踏みしてるなっていう感じる時も、そういう時とこの試合入れ替えてみ、最高だろということなんだよ。プロレス界の第一線を走ったね、走ってる新日本プロレスだったら全試合どこで見ても見てる観客を興奮させないとな、業界ナンバーワンじゃねえな。ああ俺そういうの思ってるから、プライド持ってんだよ。だからテレビで頑張ってんだから寝てんだよ、俺言っとくけど寝てんのよ。だけどテレビで使ってくれるって言うんだからしょうがないの、行きますって。わかる。ああもうそれがやっぱりプロレスだよ。顔を打って試合で成績残してで観客を興奮させてで観客に明日からの頑張る活力を与えるんだよ。それがレスラーだろ。今日は最高だったよ、最高の敵だったよ。だからこそプロレスやめられねえんだよな。ああこれで終わると思うだろう。なんでうんつったんだよ。じゃあ以上です。あらちゃん、いやリングで言ったのが全てやから、まあ本当に今までノアのねメンバーと組まれて、うん、やってきて、まあそれはそれで俺はやりがいがあったし、うん、ノアのリングっていうのはすごいやりがいがあるリングやと思っとる。でもこうやってチームノア対リアルテロワンって組まれた以上、俺ら背負ってるもんあるから負けるわけにはいかへんね。本当今まで、うん、ノアさんにすごく協力してもらって、それすごく感謝してる。まあでもこれからは本当にそういうのを俺ら利用させてもらう、うん、やっぱノアっていう、ね、名前は大きいし、俺らまだリアルデロワンって名乗り出してほんまにもう本当に日にち数えるほどしか経ってへんかもしれんけど、これからもうチームノアだろうがノアだろうが、うん、そこ、うん、俺が制圧っていうかなんつうかな、まあ、本当に組まれたカードっていうのは全部俺らが勝利して、うん、利用させてもらうよ。頑張ろう。よっしゃ、全勝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 でいくから。皆さんの記憶に残せるよう全力で戦っていきますんでよろしくお願いします。
まあ、俺も遠藤さんと同意見で、せっかくこのリングに来たなら藤田和之選手と戦わせてください。お願いします。私がこのリングに上がったには、この私がアイアンバーニングバーニングの見せてやりたいです。そして塩崎剛選手と戦って、あの剛腕を味わいたいです。そして私のバーニングを見せつけてやります。ちょっと待て、塩崎さんと戦いたいのか。戦いたいです。おお、俺もそれ思ってたんだよ。おお、このリミットブレイク立役者塩崎剛選手だったら、塩崎さんと戦わなきゃ始まらないでしょ。そうですよ。ぜひ俺といいの塩崎さんと戦わせてください。バーニング、いやーやばった。くそ悔しいな、思うように全然いかなかった。くそ悔しいな、思うようにいかなかった。全然全部力封じられたね。くそ、いやうまいな、さすが百戦錬磨ですね。くそ、世界の壁は高いですね、やっぱり。まあ、もっとね、しっかり技術練習して、さらにパワーをもっとつけて、技術に上回るパワーを、力をつけられます。何、かありますか。再戦は、いや、もちろんいい経験になりました。またぜひお願いしますよ、桜川さん。お願いします。プロレスの強さを動かそうとしたんじゃないですか。そうですね。まあでも、あくまでも桜川さんはプロレスラーですから。そうだ、やっぱり強かったですね、 IQ レスラーは。いやー、すごいな。全く測ってなかった。次週もっと練習ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。違いすぎるから足痛んですけど、足もやっぱり足力が違う。アルゼンチンバックブリーカー受けて時はどうでした。いや、おかしいでしょ。でもちょっと普通の人よりはちょっと体が柔らかいと思うんで、少しは耐えたんですけど、やっぱずっとあのまま体重かかってるのできつかったと思います。シューズ入ってるから足換えいけそうなんですけどね、やっぱりエスケープがあるから難しいな。キックの連発を耐えるっていうのはプロレスラー。いや、もう、はい、足の太さが違いすぎましたもん。引き分けに終わりましたけれど、再戦はいかがですか。いや、もう、いや、でも体重、ごめんなさい、体重が違う。まあ、でもでかいのを倒すのが面白いですけど。最初にオファーもらったこのリミットブレイク、ノアの和田選手、やっぱりさすがちゃんと鍛えられてるというか、芯がしっかりしてたんで楽しかったですね。はい、でもこのリング、まだまだやりたいやつややっとこないやついっぱいいるんで、この人たちとね、俺も夢だし、お客さんもそれが夢だと信じているので、全員全員一人ずつぶっ潰して、このリミットブレイクリング、俺がセンター行きます。はい、石川修司がついにこのリミットブレイクのリングに上がったんだ。そして見事勝利した。で、
ブラックベースボールもな、試合はしてないけど、このリミットブレイクのリングに上がった。どういうことか分かるか。おい、次、3月20日、俺もセコンドしてもいいけど、試合も組んでくれ。俺はこのリングで試合がしたいんだ。シャーしたいんだ。シャーシャンキュー。十何年ぶりかな、ヒロキとやるのは。おー、重くなったな。あいつはジュニアなのか。いやでもこうやってあいつと離れて、あいつ海外に帰省で来て、まあ一番のエースみたいな感じだったけど、いち早く外出て、まあ他団体で活躍して、まあ別れてもう本当最後と戦って10年ぐらい経ってると思うね。まさかこのタイミングでね、こんな形で再会するとは思わなかったけど、やつの十数年しっかりと体感させてもらったし、だけどさ、俺もこの十数年間遊んでたわけじゃねえし、まだまだ俺は狙ってるものがあるから、まあでもヒロキ、まあ別に俺たちいがみ合ってるわけでも何でもねえんだ。今度はよ、組んでみて面白いと思うしよ。なあ、久々によ、組んでみねえか。まあノアじゃなくてもいいよ、俺んとこでもいいよ。別に俺ら、嫌い合ってるわけじゃねえと思うから、まあでも、なんだろう、何の因縁も何もない、すごい気持ちのいい汗かかせてもらって、まだまだ、俺はまだまだいけるってのをね、証明できたんじゃないかなと。何かありますか。ショットライバー、まあ、ヒロキがね、使ってるっていうのは聞いてたんで、で、やっぱ自分の技だから、その技だけは食らうまいと思ってたんだけど、多分食らっちゃったのかな。食らっちゃったけど、やっぱりね、あれで負けるわけにはいかないよね、やっぱ。だから最後は、意地の一発、会心の一撃決まったんじゃないかなと思います。はい。おお、まあでもいいんじゃないですか。やっぱりね、いつまでも人の技使っててもね、ダメだと思うし、どんどん昔からね、オリジナリティ追求しろって言ってきたんで、ここでまた初心に帰って、オリジナルの技を追求するのもいいんじゃないかなと。20年やろうが30年やろうがね、レスラーは常にね、1から0からやるつもりでいないとね、あっという間に若いのに抜かれちまうから、俺は常にそういう気持ちでやってるんで、大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。くそー、はあ、第一試合、大切な第一試合負けちまったよ。いくつになっても何歳になってもどんな時代だろうが、師匠は高道の、一生かかってあの人を超えます。そして、やっぱり、まあ簡単に使ってたわけじゃないけど、道のくドライバー、ワン、ツー、ベロ、封印します。やっぱりあの技は、師匠、田川道のくの技なんでね、次、あの人とやることがあれば、それまでは封印します。これから精進します。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にこんなにたくさんね、お客さんが集まってくれるなんて、本当にこんな嬉しくなくてね、ノリもものすごくて、なんか試合してるのにみんなから元気もらった感じで、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。お客さんに乗せてもらって、本当に助けられた部分がありますし、もっとね、次回、その次も、今日以上のみんなに、ね、見てもらえるようにやってみたいです。お前大丈夫か？大丈夫です。まず今日が始まりなんで。そうだね。はい。3月20日。スタートと思って。ね、まだまだ、火を消さずに続けていきたいと思います。燃やしていって、もっと大きい炎にしていただけですね。よし、じゃあ次も頑張りましょう。チーム。